よ、アネラスさん。熱波無双撃、わあ、さすが強烈だね。でも今度はこっちの番だよ。剣技八葉滅殺、まだまだ、このままじゃ持たない。それなら、え、嘘、もらった。あ、いっただ、大丈夫、アネラスさん。大丈夫だよ、なんとかアガードも間に合ったしね。でも参っちゃったな。とうとうエステルちゃんにあの技を返されちゃったか。まぐれよまぐれ。今までコテンパンにされた分ちょっとくらいは返せないとね。やる気だね、エステルちゃん。それならついでだからもうワンセット付き合ってくれる？望むところよ。あらあら、二人とも元気ね。あ、管理人さん、おはようございます。管理人さん、おはよう。はい、おはよう、エステルちゃん、アネラスちゃん。朝ごはんができたから呼びに来たんだけど、お邪魔だったかしら。アネラスさん、どうしよう。そうだね、ご飯冷めたらもったいないし、今朝はこれで上がりにしよっか。管理人さん、クルツ先輩はどうしてます？クルツさんなら演習の準備があるって先に済ませちゃったわよ。なんでも今日の演習はかなりハードなんですってね。そんな風に先輩が言ってたんですか？朝食はしっかりとっておくようにとの伝言よ。二人ともいっぱい食べてしっかりスタミナをつけてね。お腹いっぱい。練習前にこんなに食べたらまずいような気がするけど。管理人さんの料理ってほんとおいしいもんね。でも訓練と違って途中でバテるわけにいかないし、ちょうどいいんじゃないかな。うん、確かにやっぱりスタミナは基本よね。それにしてもここに来てからもう3週間か。正直あっという間だったな。エステルちゃんものすごく頑張ってたもんね。私も一緒に訓練しててほんといい刺激になったよ。そう言ってもらえると嬉しいな。でもクルツさんが訓練教官として来てくれたのも驚いたけど、まさかアネラスさんが私と同じ訓練を受けるとは思ってもみなかったわ。私も声優劇士になってから半年くらいの新米だからね。シラ先輩からエステルちゃんの話を聞いて渡りに船だと思ったんだ。前々からこの訓練場のことは先輩たちに聞いて興味があったし。そっか。でもこんな場所があるなんて、ギルドも結構大きな組織なのね。最初父さんたちから話を聞いた時はあまりピンとこなかったんだけど。言ったように、もう俺はお前を止めるつもりはない。
が正直、今のお前の実力では結社の相手はあまりにも危険すぎる。そこでエステル、ルロックルに行ってみないか。ルロックル？レマン自治州にある遊撃士協会が所有している訓練場だ。宿舎の周りにはさまざまな種類の本格的な訓練施設が用意されている。遺跡探索技術、レンジャー技術、サバイバル技術、対テロ技術、実践レベルの訓練を行うのに最も適した場所と言えるな。そんな場所があるんだ。でも自治州ってことはその訓練場外国にあるのよね。私今リベールを離れるわけには。外国とは言っても国際定期船を使えば1日よ。訓練期間はそうね、1ヶ月もあれば一通り終わるわ。その間何か情報が入ったらすぐに連絡できるよう手配する。それならどう？ま、進めはするが決めるのはあくまでお前だ。よく考えてみるといい。ううん、もう決めた。私、訓練を受けてみる。アロマ。うん、思い切りがいい。どうやら自分でも思うところがあるらしいな。うん、まあね。考えてみれば、私って今までヨシアに頼りきりだった。何か事件が起こった時はいつもヨシアが導いてくれた。でもこれからは自分の判断が頼りなんだよね。だから私、その訓練場で自分を鍛えてみる。エステル。そうか。なら明日にでも訓練場の利用を申請するといい。ロレント支部からできるはずだ。うん、わかった。ね、エステル。出発が決まったら、オートの百貨店に寄ろうか。え、どうして？声優劇士になったお祝いよ。せっかくだから新しい仕事用の服を買ってあげるわ。なるほど。その服ってシェラ先輩のお祝いプレゼントだったんだね。いいなあ、かわいい服を買ってもらえて。丈夫な生地を使ってるし動きやすくていいんだけど、こういう女の子っぽい服って私には似合わないかも。そんなことない、とってもよく似合ってるってば。それに遊撃士でも女の子におしゃれは必要だよ。いな、遊撃士だからこそおしゃれには気を使わなくっちゃ。アネラさん。そうだエステルちゃん、リボンとかつけてみる気ない？すごく似合うと思うんだけどな。遠慮しときます。っていうか前々から思ってたんだけど、アネラスさんって可愛いものに目がないでしょう。もちろん可愛いことは正義だもん。シラ先輩みたいなかっこいいお姉さまにも憧れるけど、やっぱり可愛く着飾った年下の女の子に勝るものなし。ぬいぐるみなんか抱いてたらギュッと抱きしめたくなるよ。あ、
こりゃティータに会ったら卒倒するかもしれないわね。それにしても初めて会った時と比べるとエステルちゃん変わったよね。え？最初はいかにも新人くんで初々しい印象しかなかったけど、今は初々しさも残しながらぐっと頼もしくなった気がする。それって結構すごいことだよ。やだな、アネラスさんをおだてないでよ。照れない照れない。うん、これは先輩として私も負けていられないな。もう、そういえばアネラスさん、そろそろ演習の時間じゃない？あ、そうだね、一旦部屋に戻ろうか。それじゃまた後でね。ほんと元気な人ね。アネラスさんが一緒でこっちも助かっちゃったな。さてと、私も部屋に戻って必要な装備を取ってこなくちゃ。あら、エステルちゃん、どう？お腹いっぱいになった？もう満腹、美味しくってつい食べ過ぎちゃったわ。それはよかった。今日は訓練の仕上げとなる大事な演習があるそうね。気合を入れて頑張ってくるのよ。やあ、おはよう、エステル。今朝の朝練もすごかったな。ここまで声が聞こえてきたよ。工房の方はまだ開店前だけど、出発までには間に合わせるさ。オーブメントの調整や何かはその時に改めてお願いするよ。準備できちゃったの？ううん、これから部屋に戻るとこ。そっか、なら早く用意しないと。じゃあエステルちゃん、また後でね。うん、それじゃ。さてと、演習というからには一通りの装備が必要になりそうね。実戦と同じで何が起こるかわからないし。
これでよし。それじゃ玄関に行くとしますか。まずはクルツさんから話を聞いてくれよ。なんだか君たちに渡したいものがあるみたいだよ。ほらほら、早く席に着いて。クルツさんとアネラスちゃんがさっきから待ってるわよ。来たか、エステル君。それでは早速演習を始めよう。エステルちゃんの席は私の隣だよ。本日の演習は遺跡探索だ。この宿舎の西にあるバルスタール水道に入ってもらう。バルスタール水道、古めかしい名前だけど、やっぱり訓練用の施設なの？ああ、中世の遺跡を改築した施設でね。昔の仕掛けも残っているし、危険な魔獣も多く徘徊している。なるほど、かなり実践に近そうですね。それじゃあ早速その水道に出発するんですか？いや、その前に二人ともこれを見てくれ。あれ、これってもしかして戦術オーブメントですか？ああ、その通りだ。動力魔法の使用を可能にする戦術オーブメントを作っているのはエプスタイン財団というが、これは先月財団から納入されたばかりの最新型でね。スロットの数は一つ増えて7つ。今までのアーツに加えて新型のアーツも組むことができる。で、クルツ先輩、私たちももらえるんですか？ああ、希望するならギルドから無償で提供される。ただし難点が一つあってね。新型は基本アーキテクチャが大幅に変更されてしまったんだ。だから互換性の問題で以前のクォーツが装着できない。新規格のクォーツが必要になる。それってつまり今まで合成したクォーツが無駄になるってことですか？残念ながらそうだ。面倒だろうが、また最初から一つずつ揃えてもらうしかないな。そりゃないわよ。確かに迷っちゃうよね。このまま今のオーブメントを使い続けたらダメなんですか？ダメじゃないが、推奨はしない。新型オーブメントは全ての面で以前のものより性能が高いんだ。最大 EP も大幅にアップするし、最新型のクォーツにも対応できる。将来的にはさらなる身体能力の向上が期待できるということだ。それに何といっても以前のオーブメントになかった新しいアーツが組めるのが大きい。エステル君、ロランス少尉を覚えているか？え？うん、忘れるなんてできっこない相手だけど。シェラ君から聞いたが、
彼は未知のアーツを使ったそうだな。複数の相手を一度に攻撃しながら混乱効果を与える上位アーツ。実は新型オーブメントではそのアーツを組むことも可能なんだ。名前をシルバーソーンという。シルバーソーン。それじゃあ、あの赤い隊長さんは新型を使っていたんですね。その可能性は高そうだ。さて、君たちはどうする？やっぱり迷っちゃいますね。将来性は新型の方が上だけど、当面の戦力ダウンは痛いし。私は新型を使いこなしてみたいな。え？あの時、私はあの銀髪男に全く歯が立たなかった。オーブメントを変えたからって自分が強くなるわけじゃないけど、それでも私、より大きな力を使いこなせるようになってみたい。だからエステルちゃん、うん、確かにそうだね。クルツ先輩、私も新型使わせてください。いいだろう。それでは受け取ってくれ。あとこれを渡しておこう。それだけあれば基本的なクォーツは揃うだろう。演習に行く前にそこの工房でロベルト君に合成してもらうといい。新しいクォーツとオーバルアーツのリストはブレイサー手帳に追加しておいた。工房に行くときには自分たちで確認しておくように。うん、了解です。さらに今日の演習は長丁場になるはずだ。いざという時に備えて食料も用意した方がいいだろう。食料ですか。それはフィリスさんにお願いすれば OK ですよね。ああ、そうだな。ロベルト君とフィリス管理人二人に相談して準備を整えるように。さて、エステル君にはついでにこれも渡しておこう。これって、あ、いいな。しかも結構良さそうなものじゃない。ああ、すべて特注品さ。もちろんクォーツは新型オーブメント用のものだ。準遊撃士での功績に対するギルドからの報酬だと思ってくれ。ありがとう。それでは自分は宿舎の出口で待っている。準備が終わったら来てくれ。それじゃあエステルちゃん、早速演習の準備を始めようか。うん、フィリスさんとロベルトさんのところに行って話を聞いてみなくちゃね。今日の演習はまた一段と厳しいみたいね。手軽に回復できる便利な料理をささっと教えてあげちゃうわ。
そうそう、食材も忘れずにね。今もらった食材で料理を作れちゃうんですか？ええ、基本的な料理はもちろん作れるんだけど、食材の中には魔獣が落とすものもあるの。そんな材料をたくさん使う料理は食材を集めるだけでも一苦労よ。確かにいろいろと変な食材があったわよね。うん、なるほど。働かざる者食うべからずですね。料理についての詳しい説明はブレイサー手帳にもあるから、時間があるときに見ておいて。それじゃお二人さん、演習頑張ってね。うん、ありがとう。お料理試してみますね。危なくなったら料理を食べてじっくり休むのよ。張り切るのはいいけど無理をしちゃダメなんだから。お、どうやら二人とも新型オーブメントにしたみたいだね。手帳に載っている新型クォーツとアーツのリストにはもう目を通してみたかい？基本的なところは一緒だけど、能力の変わっているのもあるからきちんと確認しておく方がいいよ。さてと、
実際にクォーツを作る前にまずはおさらいから始めようか。オーブメントのことで忘れたことがあったら聞いてくれよ。オーブメントとはクォーツをセットすることでいろんな効果を発揮する機械のことさ。特にここで言うオーブメントとは身体能力を高め魔法を使えるようにする戦術オーブメントのことだね。これは個人の適性に合わせて完璧に調整された一品物だから持ち主によってその構造が異なるんだ。具体的には属性限定のスロットやスロットを結ぶラインの形が違うわけさ。強力なオーブメントの作成には個人の特徴を見極めることが重要だよ。オーバルアーツというのは専用の戦術オーブメントを使って発動する魔法のことさ。オーバルアーツだと長いから普通は省略してアーツと呼んでる。アーツを使えるようにするには工房でクォーツを合成しないといけない。それをオーブメントにセットするとアーツが使えるようになるって仕組みさ。だから使えるアーツの種類はオーブメントにセットされているクォーツの属性値によって変わるよ。水のアーツが使いたければ水の属性値を持つクォーツをセットすればいいってわけだね。クォーツというのはセピスから作られた回路のことさ。本当にいろんな効果を持っていて各種アーツを使えるようにするだけでなく装備している人の能力まで引き上げるんだ。クォーツはオーブメントのスロットにセットして初めて効果を発揮するけどスロットによってはセットできるクォーツの属性が決まっていることもある。また強力なクォーツの中には強化されたスロットでないとセットできないものもあるから注意して。セピスとは魔獣が落とすセプチウムのかけらのことさ。色と属性に応じて地、水、火、風、地、空、元の7種類に分かれている。セピスは大抵の施設で通貨のミラに換金できるけど工房ではそのセピスを使って支援効果のあるクォーツを合成したりスロットを強化したりできるわけさ。新型オーブメントの特徴の一つがこのスロットの強化さ。新型オーブメント用のクォーツにはこれまでより高い機能を持つものがたくさん用意されているけどそんな強力なクォーツを装備するにはまずスロット自体の強化が必要なんだ。またスロットの強化には EP の最大値を増加する働きもある。やるにはセピスが必要だけど余裕を見て試してみるといいよ。さてと説明はこれぐらいにしてさっさと演習の準備をしなくちゃな。少なくとも回復のアーツぐらいは使えるようにしておいた方がいいよ。回復のアーツを使うためにはどんなクォーツが必要かわかるかな？わからなかったら手帳で調べて早速合成してみてくれよ。回復のアーツの名前はティアーサ。ブレイサー手帳にある動力魔法の項目を見れば必要な属性値がわかると思うよ。クォーツを合成するときは改造換金からクォーツを選んでくれ。
張り切るの。
二人とも準備は済んだのか？出発するときは私に一声かけるようにな。新しいクォーツを作って回復系のアーツも用意したか。これでようやく出発できるな。はぁ、確か西の方にある中世の地下水道でしたよね。ああ、バルスタール水道だ。先ほども言ったが、水道内には危険な魔獣が徘徊している。二人とも準備はいいのか？わかった。念入り。二人とも、わかった。それでは出発しよう。二人ともついてきてくれ。了解。わかりました。